どうも皆さん、こんにちはミステリー作家の七尾緒よしです。本日も映画レビューしていきましょうということでね、はい、話題の超大作が本日より公開スタートということでねもう皆さん言うまでもない今日見てきたレビューする映画はジョーカー。 東宝シネマズ渋谷で朝一番の一番早い回を見てきました、えー、お客さんの入りはまあ平日ってこともあって7割くらいですかねでも夜の部はもうねあのかなり早い段階でチケット売れてましたねあとちょもう多分間もなく売り切れになるような感じなんだけどでね、えー、今回はですねまた特例としまして話題差しということでレビューする前に先に評価額を出しちゃおうと思います 大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます映画ジョーカー評価額はズバリ1200円両作ですうーん悪くはないんですけどね思ったほどではなかったというのが正直な感想でした うーんなんなかどっちかというと雰囲気映画って感じかな、まあ、僕これはねあくまでも僕個人の感想なんでこれからまあ動画なんかでいろんな人たちのレビューが上がってくると思いますけどもしかしたら世間的に結構ざ絶賛の嵐かもしれないです。 この映画をね、絶賛する人はね、結構いるんじゃないかなと思うんですけど、だけど僕はそこまで衝撃にはならなかったんですよね。ジョーカーというタイトルがなければ、ごくごく普通の、よくできた映画だなって、そう思ったんじゃないかなと思います。ジョーカーは DC コミック、バットマンに登場するスーパーヴィラン、いわゆる超悪役ですよ。彼の歴史は古くて、1940年代には登場して、初登場して以来、何作もの映画に出てきてます。 ピエロのメイクで悪事を働くそのくせ特殊能力を持たない普通の人間彼は科学の知識を駆使して毒物や兵器を開発してゴッサムシティを恐怖のどん底に陥れていくバットマンも他のヒーローたちとは違って特殊能力を持たない普通の人間なんですよねというわけでバットマンとジョーカーは正義と悪光と闇まさに対極の関係にあるんですねそんなジョーカーをかつて何人かの役者さんたちが演じてきました 初代ジョーカーがシーザー・サラダーじゃなくてシーザー・ロメロ。1966年から68年にかけて放送されたテレビシリーズで演じているんですね。当時は凶悪なイメージではなくてコメディタッチなキャラクターだったんですよ。もともとバットマンってコメディタッチな作品だったんですよね。そして2代目が1989年の映画バットマンで演じたジャック・ニコルソン。これはもう夢で皆さんも知ってますよね。 ニコルさんは今までのジョーカーのイメージこのコミカルなイメージを覆す狂気に満ちた演技を見せてくれていますニコルソンを超えるジョーカーはもう今後金輪際ね出ないと当時は思われていました皆さんもねきっとそう思った僕もそう思ってたんだよねもうジョーカーといえばジャクニコルソンそれ以外誰がいんのってねもう他にはちょっとありえないでしょうぐらいのハマり役だったんですよところがね そのジャック・ニクロさんをはるかに凌駕するジョーカーが登場しちゃったんだよね、はいもうこれはもう皆さん分かりますよね、2008年、ダークナイトのヒース・レジャー、彼は、まあ、当時ね、役に入り込みすぎてしまったのか、まあ、それが原因でね、えー、急性薬物中毒になって、28歳の若さで亡くなってしまったんですよ。 まあ本当にね、このジョーカーに入れ込みすぎておかしくなっちゃったんじゃないかなんて、そんな話でしたよねちなみにダークナイトの続編であるダークナイト・ライジングではコロラド州オーロラで行われたプレミア上映会で銃乱射事件が起こったんですね12人が亡くなって60人近くの人が負傷したもう大惨事になっちゃったわけですけどその銃を乱射した犯人はジョーカーを名乗っていたと。 っていう話があるんですよね、まあ、このエピソードはガセだという話もあるんだけどもし本当ならすごいことだよねそれほどまでにヒース・レジャー演じたジョーカーは悪のカリスマだったというわけちなみに彼は死んだ後アカデミー助演男優賞をジョーカー役で受賞していますもうまさにね伝説となってしまった いやいや、そうなるとね、もう次の日が次の人が大変ですよね。すごいプレッシャーだったと思います。4代目を演じたのが、ジャレット・レト。まあ、この方の演技に関しては賛否両論ですね。少なくともヒースレジャーのイメージを覆すまでに至ってないっていうのはね、もう皆さんの共通認識じゃないかなと思います。そして5代目。5代目は、テレビドラマ、ゴッサムで演じたキャメロン・モナハン。 えっとこちらはテレビドラマ「ゴッサムで演じた」で、えー、演じているわけなんですけどこちらも若きジェロームが徐々にジョーカーになっていくまでの物語なんですけど僕はねこれまだちょっと見たことないんですよ最終章であるシーズン5が最近日本でも配信されたばかりですこちらのジョーカーのビジュアルもねいや結構怖いですよそして本作でジョーカーを演じるのがホアキン・フェニックスですお兄ちゃんがあのリバー・フェニックスなんですよ知ってた そしてあのホアキン・フェニックスの奥さんなんだけど奥さんがね僕の大好きなルーニー・マーラーなんだよねで、ホアキン・フェニックス実力は折り紙付きの役者なんだけどよほど映画に詳しい人じゃないと知らない俳優さんですよね皆さん知ってましたか、ホアキン・フェニックスどちらかというとねメジャーよりもミニシアター系の作品で見かける活躍されている感じですよ最近だとね以前動画でレビューした「ビューティフル・デイ」に出演してました この映画でもものすごいとんでもない存在感を発揮していましたで、今回のジョーカーですけど、これまで謎とされていたジョーカーの過去が描かれていきますまあ、もっともね、過去のいくつかの作品で、ジョーカーは自分の過去について語ってはいるんですけど、でもなんていうのかな、それがね、本当なのかどうか、真実なのか、本人の、本人の深刻だからね、真実なのかどうかなんて分かんないんですよ。まあ、むしろね、客を、 観客を煙に巻くような内容でしたよね今回はだけど今回はねそれをね詳細に描いていきます主人公はホワキンフェニックスが演じるうだつの上がらないコメディアンアーサー・フレック彼は心優しき青年で 年老いて病気がちの母親を看病しながらボロボロのアパートで二人でひっそりと暮らしているんですよ。彼は緊張したりすると笑いがね、爆笑が止められなくなる精神的疾患をね、抱えていてそれが原因で仕事も人間関係もうまくいかないんですね。まさに現在、土底辺の生活を送っている。そんな彼は世間の人々から笑い物にされて踏み台にされて虐げられていくうちに徐々に徐々に精神が蝕まれていきます。やがて 世界界をを超えた彼のの精神ははついいには狂気,の世界狂気を発露していくんですみたいなね、まあ、そんな物語もともとは人を笑わせたいって心から願って大道芸人をやっていたアーサーなんですよそんな彼はねあのピエロのメイクでピエロのメイクをした大道芸人なんですねしかし路上ではストリート,スト,リートチルドレ、ね、ンあと地下鉄では、まあ、たまたま乗り合わせたビジネス,ビジネスマンたちに まあひどい暴力を受けけたりすするわけですよねそんな彼は辛い現実から逃げるようにさまざまな妄想を抱くようになるんですよそれは自分の芸で多くの人たちを笑わせたりあと幸せにしたりするイメージなんだけどしかし現実に戻,戻れば妄想とはかけ離れた世界にいるわけなんですねアメリカは世界屈指の格差社会底辺に生きる者たちに幸せなんてありませんいつだって踏み台にされて虐げられて生きている だけど彼らだって感情を持った人間です限界を超えればいつかは壊れてしまうジョーカーになってしまう人間がリアルに出てくてもおかしくありませんよね現にジョーカーに感化された若者が銃の乱射事件を起こしてるわけですよああそうそうちなみにその銃の乱射事件が起こった映画館では今回のジョーカーは公開上映されなかったそうですまあそうだよね無理もない まあまあ日本だってさ、秋葉原の通り魔事件ありましたよね。あれも社会に虐げられた若者が起こした事件。うん。金や,、ね、金や権力を持ってる人たちはあんま調子づいちゃいけませんよ。貧しいい人たちを虐げていれば ね、弱い人、貧しい人たちを知りたげていれば、いつかはとんでもない悲劇を引き起こしちゃうんだよね。今の日本の若者たちの中には、ジョーカー予備軍が相当数いるんじゃないかなと思います。鬱積した怒りや悲しみが臨界,臨界点超えちゃったら、狂気を伴った悪意と暴力を発散するかもしれない。 それこそね、中、毛沢東みたいなあの中国の文化大革命みたいなことをね、起こそうとする人間が現れても不思議じゃないですよ。そのくらい今の若者たちは、虐げられて虐げられてね、精神的にも経済的にも肉体的にも追い詰められているんだっていうことは、こう大人の人たちはね、認識するべきじゃないかなと思います。で、 まあ、いろいろね、えー、トラブルというか暴あの、暴走するジョーカーなんですけど、そんなジョーカーを、ゴッサムシティの市民たちは熱狂的に支持したんですよ。まあ、日本で言えば、秋葉原事件の犯人を支持するようなもんですね。やっぱね、何も持たない人たちっていうのは怖いです。恐れることなく、狂気と破滅に向かって、ひた走ることができるからね。皆さんの周りにもそういう人いませんかもう本当に追い詰められちゃってる人。 そしてて何も持っいいない人、ね、中にはこう自暴自棄になって俺なんかどうなってもいいんだって、ね、どうせもう自殺でもしようかみたいなやついますよね人でもどうせ死ぬんだったら復讐したいこの世の中にどす黒い爪痕を残して死んでやるって考える人がいてもおかしくありません。 僕はね、秋葉原のような事件はまた起こると思いますよ。まあ、個人的にはね、もう秋葉原やめた方がいいですよ。やるんだったら渋谷のスクランブル交差点を強くお勧めした。あそこは一番やっぱりね、世界中の注目も集まるし、インパクトありますからね。やるんだったら、今の若者たちやるんだったら、あそこでやってください。渋谷のスクランブル交差点ならね、全世界に向けてあなたのメッセージを発信できますからね。やるんだったらあそこでやりましょう。 っいやなんかねあの絵この映画を見てるとどす黒い感情がね触発されてしまってこんなことを口走ってしまうんですよというわけでね今の暴言はお許しくださいというわけでえー、そんなジョーカーをホワキン・フェニックスが演じているわけなんだけど確かに聞き迫るものがありましたでもヒースレジャーに比べると何かが足りないんだよね 確かに悲しみとか絶望の感情はね、すましくビン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 伝わってくる。それでいて狂気もすごいんですよ。もう救いようのない絶望的な狂気。でもね、その先が感じられないんだよね。超越していたかと言われれば、そこまででもないんですよ。ヒースレジャーにはそれがあったんです。僕たちの中に眠っていた悪意や殺意といった負の感情を触発されるようなものがありました。 だからこそあんな銃の乱射事件が起こったわけでしょう。とはいえね、演技はさす,はさすがですよ。 今年ナンバーワン級じゃないですかね。ホアキン・フェニックスは素晴らしい仕事を見せてくれたと、僕はね、とてもね、満足しています。そう思うと、物足りないのは何かなって考えると、やっぱね、シナリオというか、物語そのものなんじゃないかなって。いや、思った以上にシナリオ、物語がね、ありきたりなんですよね。絶対役を深掘りするようなエピソードがないというか、それに欠けていると思うんですよ。 絶対役の元凶となるものが実は過去のトラウマなんかにされちゃうとね結局それかよってしだけてしまう何かとこの手の物語に過去のトラウマってねまあまあまあ便利な小道具なんですよねだけどそれをねやってしまうと極端なサイコパスで終わってしまうんですよあとはもうどんだけひどいことをするかそれだけの違いになっちゃうのねうーんそもそものことを言うとねそもそもこのエピソードではアーサーが 狂気に落ちて絶対役になっていくことに対してね弱いんですよいや世の中にはもっと厳しい生活を強いられてる人たくさんいますからねおしんとか裸足の剣とかもっともっと悲惨じゃないですかまあむしろねこんな程度のことでここまでおかしくなるかなってちょっと思っちゃったんですよね うーん絶対役に落ちてしまうだけの説得力っていうか、自分もアーサーの境遇だったら同じことをしてしまうかもしれないというね、共感が必要だと思うんですよ。だけどね、それがこの映画からは感じられないというか、ないんですよ。共感がないんですよね。いや、そんなことでおかしくなっちゃうんだったら、もともと頭がおかしいんじゃねみたいなね。そういう感じかな。むしろね、なんかこの映画では、 その、環境よりもね、もともと生まれついたナチュラルボーンな人格障害が原因だったんではないか。それもね、まあ何かしらちょっと遺伝してるような感じもするし、みたいなね。うん、ちょっとこれ以上はね、ネタバレになっちゃうんでお話はできないんですけども、それだと、もともとマジきちな人がね、ただおかしなことをやっているという、うん そういうドラマじゃないんだよね、本来。そういうドラマにするべきじゃないんですよ。正直言って、今回のね、こんなこ,こで描かれるドラマって、大したド,ドラマじゃないのね。それを、ホアキンの超絶演技と、監督の見事な演出で描いているから、何かしら、こう、奥行きがありそうな錯覚に陥ってしまうんだけど、よくよく考えてみりゃ、大したこと、起こってないなあって。うん。ダークな雰囲気に誤魔化されている感じがするわけですよね。そういう意味で、 よくできた雰囲気映画だったなと思いましたそもそも,もうピエロというビジュアルが狂気ですよね、えー、来月にはスティーブン・キング原作の映画「イット!」の続編が始まるけれどあれもピエロの怪物でしたよね笑顔の中に隠された狂気が怖い本物の人の命を奪ったシリアルキラージョン・ウェイン・ゲイシーもピエロに扮していました ジョン・ウェイ・ゲイシーはね、えー、キラークラウンと呼ばれていたんですけどやはりピエロというビジュアルは最古的な怖さを醸し出しています思え,思えばピエロが人々を幸せにする物語なんてあったかね <laughs> ねえいやピエロが出てくる映画でね映画とか小説で ハッピーエンドなんて物語ありましたかねマクドナルドにもさ、ピエロ出てくるけど、あれもさ、マクドナルドもね、多くの人間を虐げてきた企業のマスコットですよね、あのピエロ。うーん。まあちょっとね、話また戻しますけど、ヒューマンドラマが弱すぎるところが、ちょっとね、もったいないというか、致命,と致命的とまでは言わないんだけど、まあよくできた映画ではあるんですけどね、そんなに悪い映画ではないんですよ。あのー、 それなりに見られる映画ではあるんですけど、ちょっとね、もったいないなと思いました。そもそもね、あとこう、エンターテインメントの映画として見た場合、あのー、そもそもあんまりね、面白くないんだよね。見応えがないというかね、例えばあの、ヒースレジャーのね、ナえっ、ー、と、ダークナイトは、結構なんだかんだ言いながらアクションシーンとかカークションシーンがあったり、銀行が強奪するシーンがあったり、見せ場があったじゃないですか、アクション的な見せ場がね。ところが本作は、 アクション的な見せ場がほぼ皆無なんですよ。もうまさにね、ヒューマンドラマだけでね、進んでいくんで、アメコミ的な表現とか要素っていうのがもう全くないんですよね。だから完全に、えー、今までの DC とは別物ですよ。はい。だから今後、このジョーカーが、 バットマンとね、絡んでいくのかどうか、まあそもそも続編が作られるのかどうかちょっとわかんないです。まあ興行収入がすごく良ければね、まあおそらく続編という形でね、えー、バットマンと絡ませていくことにはなるんでしょうけど、そうだね、もうそうなると極めて普通のドラマになっちゃうんじゃないかなーっていうことでね、続編があったとしてもね、あんまり期待できないというかね、うーん。 ちょっとね、エンタメとして見ても、まあ、つまんないってことはないですよ。それなりには楽しめるんだけど、というほどではないですね。うんで、エンタメの部分も弱いけど、かといって哲学的な部分、いわゆる文学的な部分というかね、もうちょっとこう、高尚な、超越した部分も、 弱いですよ今、ジョーカーを描こうとするなら、ありきたりではね、もうちょっと観客もあんまり相手にしてくれない。いくら役者さんの演技がすごくても、狂気の根源がきちんと描けてないと、それはね、すごく、まあ、だけどね、まあ、それをしろって言ったってそれはね、とても難しい。うーん。よほどのスキルと才能を持った人間じゃないと、描けないと思います。まあ、僕なんかじゃね、絶対無理っていうか、とても無理ですよ。 まあ現状だとね、ただのかわいそうな境遇の人がついにおかしくなっちゃったみたいなね。まあ、ただそれに過ぎないですからね。うーん。まあ本当にね、秋葉原の事件の加藤容疑者と同じなんですよ。結局。やってることのレベルが違うだけでね。いやむしろ加藤容疑者の方がすごいですよ。そういう意味では。うん、本当に加藤容疑者の方がリアルジョーカーにふさわしいんじゃないかな。あの人の家族 確か弟さんが自殺されてますもんね。いや、もっとね、なんだろう。加藤容疑者の方がね、よっぽどか今回のホワキン・フェニックス演じるアーサーよりも闇が深いんですよ。あとね、池田小学校の事件を起こしたタクマ守容疑者っていうのがいたでしょ。もうあの、死刑執行されちゃいましたけど。あちらの方がね、さらにジョーカーですよ。というわけでね、もうなんか現実のジョーカーを 超えられていないというか、うーん、まあ、なんというかね、うーん、今回はね、ホアキン・フェニックスの演技すげえなーっていう関心と裏腹に、いやいやいや、映画自体は思ったほどではなかったなっていうがっかり感が内、ま、ないまぜになっちゃって、ん、なんか消化不良なんだよね。すごく期待していたというか、楽しみにしていた映画だったんですけどね。 さあ皆さんはどんな評価レビューされるでしょうかよろしかったらコメント欄に書いてみてくださいよろしくお願いいたしますもしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いしますチャンネル登録は下のアイコンをクリック iPhone やスマートフォンの場合はタップしてくださいよろしくお願いいたします